トヨタイム型エンジンは、トヨタ自動車が1965年から1993年まで製造していたエンジンである。代表的な搭載車は、クラウン、2000GT、M2、セリカ XX、スープラ、ソアラ。1965年からトヨペットクラウン用エンジンとして製造された、トヨタ自動車を代表する直列6、気筒クロスフローエンジン。 トヨタ自動車のエンジン形式の中では屈指の長い製造期間を誇るエンジンであり、バリエーションもクロスフロー12バルブサイチェシーから24バルブ DOHC まで様々である。トヨタ自動車史上初のサイチェシーの M 型、ヤマハ発動機と共同開発した、トヨタ自動車史上初の DOHC の 3M 型、トヨタ自動車が初めて単独で開発した DOHC の 5M ゲー型など、 M 型エンジンを代表するラインナップも豊富であり、長い間、トヨタ自動車の主力エンジンとして熟成されてきた。1991年に 7MGE を除いて、すべての M 型エンジンが製造を終了し、後継のトヨタ j z エンジンに、主力エンジンの座を譲り渡した。トヨタ発の最小 C エンジン157ナノメートル、3600rpmMB のレギュラーガソリン使用。 MC のツインキャブレター仕様。ME のカットモデル電子燃料噴射装置、使用昭和50年度排出ガス規制に対応するため、触媒が組み合わされる。ME までの形式から大幅なモデルチェンジが行われている。昭和51年排ガス規制対応用と、昭和53年排ガス規制対応で形式名は変更されていないが、キャブレター、カム、電気制御方式が異なり、 内容的には別のエンジンである。電子燃料噴射装置、使用かつ、昭和53年度排出ガス規制に対応するため、触媒が組み合わされたもの。53年排ガス対策者に採用トヨタ発の、ターボエンジン LPG エンジン、対応ーム化仕様の2代目クラウンに搭載されたに、M 本来は輸出用ではあるが、日本国内では、クラウンの救急車及びパトカーに搭載されていた。 救急車に関しては、車重が約2トン近くあるメトロポリタン型救急車には、ランドクルーザー用の3.9リットルの F 型直列、6気筒が搭載されていた。さらにパトカーに関しては、この 2M 型が登場する前はほぼ全ての6、気筒モデルに関してはメトロポリタン型救急車、同様のエンジンが搭載されていた。なお救急車関連に関しての 2M 型搭載車は、 どちらか言えば、救急車より、血清や血液搬送車両に多く見られた。2MB トヨタ発の DOHC エンジン下機のスペックは燃焼室形状が燃焼効率を高めるために半球型から多球形に変更された。なお1972年5月以降製造の M 型系サイチェシーも含めて燃焼室は全て多球形となる。 トヨタ発の自社単独開発 DOHC エンジン、かつ日本発の 2000cc オーバー、大排気量 DOHC エンジン、世界発のラッシュアジャスター付き DOHC エンジンである。またこれ以降の M 型 DOHC エンジンから、後継機の JZ 型 DOHC エンジンはすべて、トヨタ製の DOHC である。7MGTE 最大出力、最大トルクの表記について、 5M 及び 7MK はネット値での表記になります。なお他の形式は全てグロス値表記となります。MP については両方表示されています。ありがとうございます。